ツーアウト一塁で5番田村、ライトへ第8号ツーランホームランを浴び6対4。直後の7回、巨人はノーアウト一塁、ここで3番高橋由伸、横浜3番手福森からの第15号は推定飛距離150メートルの場外ホームラン。ここで石井拓郎の打球を西がフィルダースチョイス。ここまで投打が噛み合わず最悪の展開。しかし8回、巨人がついに王者の底力を見せます。ワンアウト二塁一塁から1番清水、4番手デニーから値千金の第12号スリーランアーチで9対8、巨人一気に逆転。そしてツーアウトとなって3番由伸が見せてくれました。2打席連続となる第16号ソロホームラン。